はい、今回は令和だけが対抗勢力、岸田の後任はいないが、自民党政権が続く理由、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回の話はですね。まあ、いろいろなものを調べているとまあ、sns でいろんなまあ声があるわけですね。でえまあ、岸田がおかしいっていうことを思っている方は多くいらっしゃってまあ、自民党政権もまあ駄目だっていう。まあ、そういうことを思っている方がいらっしゃるんですが。ではどこに入れたらいいのか？ 自民党以外は全てダメなんじゃないかみたいなそういった意見もよく見るんですよ。いやいやそんなことはないじゃないですか、うん。令和があるじゃないですかっていう、まあ、そういった話なんですよ。っていうか令和しかないんですよね対抗勢力って。で前もお話しさせていただいたんですが例えば自民党の支持率が大体20%ぐらいで、まあ、立憲がね、まあ、なんか2%とか、まあ、維新がなんか。 まあなんか4%とかそういったことでえ、まあ、自民党に対抗できるところはないと、で令和というのはマスコミの操作で,で、ね、1.6%とかそんなことになっているので全然対抗勢力になっていないとその数字上は見られるんですが実は自民党より支持されていると思っているんですよ、僕は。 山本太郎さんがですね消費税廃止を、えー、ね、えー、頑張って活動されてるんで、マスコミにですねすごく冷遇されてるんで、なんか1.6%とか出てますけど、いやいや,いや自民党より多分上回ってますから、自民党より上回ってるし、もしかしたら自民党より下かもしれませんが、自民党のすぐ下に令和がいると、つまり令和だけが対抗勢力になっていると。で 岸田の件もいいろろあるんですよ、えーまあ、そのこともよくいろいろ言われるんですが、まあ、どういうことかっていうと、まあ、自民党の,です、ねえー、その岸田の後ポスト岸田は誰になるのかっていろいろ話があるわけですよ高市かもしれないとかね、えー、上川かもしれないとか、えー、河野とか茂木とか石破とかいろいろ言われてますが基本的にですね、えー、自民党っていうのはろくな議員がいないんですね自民党の背後には東丸とか宗主国がいて まあそれの、まあ、言われるがままの売国党なわけですよえ。自民党そのものが売国政党であり、そこにいる議員そのものが全て駄目だと僕は思っています。じゃあ,あ、ねえー、自民党の政権交代がどうしたらいいのか、令和があるんですよ。で、それだけの話なんですが、まあ、そういったことがなかなか伝わらないと。で、いろいろ言われてるんですよ。難しいこともあって。今もそうですが、今、あるいはですね、2024年とかっていうのは世界で、まあ、有事があったりとか、 ね、日本の宗主国のアメリカの、ね、大統領選挙があったりとかいろんなことがまあ揺れるから、まあ、どうなることかわからないっていうことなんですが単純に自民党の対抗勢力とていうのはレオだけです。もうそれだけだと思います。他の政党がダメです。そして、えー、自民党もダメです。だからあの別にね、えー、真面目に考えて思うんですよ。本当のところってのはわからないけど自民党の支持率がなんか19%政党支持率とかって言われてますが。 おそらく令和っていうのは、あまあ、どうでしょうね、えー、低く見ても15とか20ぐらいはあると思うんで、うん、自民党抜いてると思いますけどね、20だったら。で、あるいはぶっちぎりでですね、30%ぐらいはなるんじゃないかと、なぜかっていう根拠があるんですよ。 日本国民が今、えー、求めているものというのが消費税、えー、減税、消費税廃止なわけですよ。えー、山本太郎さんがずっとおっしゃってるのが消費税、えー、廃止、消費税減税なわけじゃないですか。山本太郎さん、無党派層の取り込みにほぼうまく成功したんで、えー、ほとんど票が令和に流れてきてる、そのような根拠があるんですよ。うん、しかし、自民党は全くないと。で、自民党って今どうなってるのかっていうと、完全に腐敗しきってるわけですね。 でこの自民党のちょっと腐敗しきってる、まあ、内容について考えていこうと思うんですが、さ、えー、まざ、ねえー、まな、あ、副大臣とか政務官とかが不祥事を起こしてどん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 辞めていくと、で今度、防衛政務官もねいろんなことが言われてるわけじゃないですか。で、あの問題点が共通してるんですよ。何が問題点で共通してるのかっていうと、あの 自民党の中でですね、安倍・チルドレンっていうね、安倍晋三の,、まあその関係者がよく問題を起こしていると、安倍・チルドレン、魔の4回生とかって言われてるんで、うん、あのー 安倍の時からですね、完全に腐敗したんで、自民党が。その前までは、まあちょっとマシな人もいたんですよ、形成会とかって言って。ただ、安倍の時にもすべてダメになって、うん、あの安倍以降もすべてダメになりましたから、自民党が腐敗して、歯止めが効かなくなったのは安倍政権以降なんですね。でそういったことがあるわけですよ。で、えー、自民党はダメだっていうことなんですが、 自民党はどういうふうになってるのかっていうとね、えー、先ほどお話ししましたし、まあ、リスナー様もご存知でいらっしゃるかもしれませんが不祥事の連続不祥事のオンパレード、えー、それでどん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 ,どん、うん、もう辞任っていう状況になってるにもかかわらず岸田はですね適材適所とかって言って全く責任を取らないわけじゃないですか。岸田もそうですが 自民党にはまともな議員がいない責任を取れる議員などいないつまりまず岸田がそもそもそういった者たちを配置した任命責任があるしかしそれを取らない自民党の議員というのは、ね、まともな人材がいない売国、コ民政策だけを繰り広げる人間たちの集まりであるということですだからあの岸田の次って言われてるんですよ ポスト岸田とかだけど次なんていないんですよ。自民党がから誰かが出てきてもダメだし、そもそも自民党というその政党そのものが売国ですからね、その中にいい政治家などいないということです。で、えー、まあ、ここで出るんですが、ただですね、えー、岸田がし続ける限り、さらに日本国民の生活は悪くなる、岸田が変わっても自民党が続いたら、今度日本国民がまた生活できなくなるということなんですよ。で 自民党の何がいけないのかっていうことをちょっとですね、今回お伝えしていこうと思うんですが、えー、安,倍安倍晋三、安倍政権があいけないわけですね、いけないっていうか、いけなかった、そしてそのいけなさを、悪さを今も引きずっていると、例えば森友学園とかあ、ね、家計学園の問題、桜を見る会の問題とか、そういったものあるじゃないですか、自民党の中から完全にモラルなんていうものは消えたんですよ。で、えー、安倍晋三がですね、 自分の権力を私物化することが当たり前になって、さ、えー、まざ、あ、まな、えー、統計改ざん、公文書改ざんを繰り返して、えー、いたとで、安倍の背後には遠丸がいました、えー、選挙の時には遠丸の組織票を差配していたということも分かっている、うん、でもうありとあらゆることをする、で安倍っていうのはあ、自分が思うために、目標を達成するために、あらゆる倫理観というものを排除しているわけですよ、うん、で権力を強化していって、えー、ど,んどんどんどんそういうことをしていった、それが安倍晋三の正体です。 アベノミクスで日本経済を、ねえー、まあ崩壊させたというのもありますが自民党の中で,です、ね、この倫理をどんどん破壊していったそういった人間であります。公文書改ざんとか 最高裁判所の、ね、裁判官に、まあ、忖度するとか法務省の問題あ,あるいはです、ね、マスコミテレビ局への圧力をかけたり高市早苗もそこにいましたね、まあ、電波の提唱するとか高市早苗って少し前にです、ね、小西と何かあの国会で言い合って自分がなんかでたらめ言ったらやめるって言ってデタラメがバレたんですがやめないわけじゃないですか。 で自民党で高市早苗いがいいっていう人いますけど高市早苗って安倍,し安倍応援団ですからね安倍晋三とあの親しいズブズブの関係にあったまあ安倍関係者なんですよ安倍応援団話になりませんから全く支持できないだから自民党の議員というのは支持できないんですよ。で 自民党っていうのは背後に遠丸とか宗主国がいて日本のためにならないことばかりしている今もそうじゃないですかそれが自民党の正体ですで安倍晋三っていうのは日本のためにならないことばかりしていた安倍晋三は自分,のためにしか自分のためになることしかしていないんですよ日本国民のためになること何一つしてませんからね、うん、そういったことをまず日本国民がみんなで思うことが必要なんですよ多分自民党がダメだと思ってますが 安倍は良かったんじゃないかとかって思うかもしれませんが岸田はですね安倍の,、まあその考えを受け継いでますからねでこういったことを考えて自民党はだめだと。 で例えば安倍晋三のことをこういうふうに言うとそんなことはないじゃないかそんなことあるんですよ安倍晋三の祖父の岸信介その岸信介の、まあ、子供かな安倍晋太郎そしてその孫の安倍晋三と3代揃って遠まるあるいはですね日本の宗主国の言いなりで日本国民のためになること全く何もしないそういった自民党政権に国民が脳、NO、を突きつけないといけないんですよあ,あ自民党以外ない何が僕は本当に何がと思いますよ 例えば他のところね、えー、まあ他のところってもうないんですけど自民公明維新、えーね、国民民主立憲民主日本保守党それでそういった以外のところを探すとかそういったことを考えるともうほんとまあ令和がね、えー、共産党ぐらいしかないと思いますけど。 そういうのを考えて自民党ではだめだとで、えー、国民がですね、えー、こういうことを思わないといけないんですよ、政権交代がいつ起きてもおかしくないと国民は思っているとで、自民党内に緊張感を与えていかないと、どん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 自民党のやつが好き勝手やるわけですよ、岸田とかね、うん、でそういったところを考えないといけない、だから、えー、自民党が続いて岸田以外はあ誰もいない、他の政党はだめだ、他の政党ダメじゃないですから、自民党が一番ダメですから。 今、そういった事情,事情、そういった状況にあります、この自民党の腐敗しきってる政治、これがですね、日本国民の生活を、本当に、経済を本当にどん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 衰退させている、で自民党もそうですし、公明党維新の会とかっていうのは、日本国民の考え、民意を完全に無視してるんですよ。だから、どうしようもないんですよ。だから、これを変えられるのってのは、僕たち、日本国民だけなんですよ。 選挙で民意をきちんと表して自民党にノーと言うべき、うん、だからで、それで自民党のと,ところに対抗できるのとは令和しかいないんですよ。だから、そういったことをみんなが考えてね、国民一人一人が考えて、もうこの腐敗しきった自民党が何もできるわけがない、政権担当能力など自民党にあるわけがない。 日本国民はですね、えー、一人一人、僕もそうですし、まあ、リスナー様もそうです、えー、多分ん、まあ、僕もリスナー様も思ってると思うんですが、この SNS を見るとですね、えー、ちょっと悲しくなる感じなんですよ。あ、自民党、岸田、岸田はだめだけど、うん、自民党の次は誰にしようかな、他の政党も全部ダメだし、ね、だめじゃないんですよ、令和があるじゃないですか。うん、だって、日本国民があ思ってることを、えーえー、叶えようとしている政党なわけですよ。で、 あの自民党がダメだということなんですが、じあの自民党以外にもメなところって多数あるんですね。で、この3つはダメだということで、え自民党、公明党、維新の会、維新の会は自民党とおまあ、同じですから、うん、第2の自民党が維新の会ですから、えー、これらの3党には投票してはいけない、うん、まあ、少なくともおまあ、こう思ってほ、ほかのところを国民が考えないといけないと。で、国民のですね、 その投票で、えーまあ、全てが変わるんですよ。逆に投票しなかったらあもうどうにも変わらないわけですよ。で例えば、ですね、えー、自民党は何をしているのかというと消費税を下げないじゃないですか消費税減税、消費税廃止をしないでしょ、自民党は。で自民党というのはインボイス制度もやめないわけですよ。で自民党というのは原発の問題も考えずに、えー、再,再稼働とかの意味のわからないことを言っている。 緊縮財政ってね、この経済が疲弊してる中、積極財政をしないわけですよ。そして大きな問題である自民党っていうのは憲法改正をし憲法改正しようとしているわけですよ。この自民党がですね政権を握り続ける限り国民にとって、うん、もう本当衰退、えー、厳しいとしかない。だから、えー、自民党以外のあねところないじゃないかってまあ思ってる人、あんまりリスナー様でいらっしゃらないかもしれないですけどありますよ例は。 令和だけが対抗勢力自民党に対抗できるのは令和だけですよ。他の政党他の議員っていうのは全く、うん、あのや,やる気もないし言うことも変わるしもうわけわからないんですよ っていうことをちょっと思ったので、えー、お話しさせていただきました。まあ、リスナー様も見られているかもしれませんが、SNS のよく今、話題になっているんですね、うん。岸田はダメだな、うん、このままじゃだめだな、うん、でも、ね、岸田の次は誰になるのかな、うん、自民党以外だめだな、自民党が一番ダメですよ、僕はそう思いますので、えー、この話がですね、えー、何かしらご参考になっていただけること、あとですね僕たち、日本国民が住んでいる日本が良くなることを願って、今回、こちらの件をお伝えさせていただきました。最後まで聞 聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。